白き旗を手にして。主、一つだけ頼んでもいいか。今回の編成、俺に任せてほしいんだ。決まりましたか。ああ、こんな感じでどうだい。この編成で出陣って、一体どこに向かってもらうの。おっと、主、そこまででいいぜ。全部話したら驚きがなくなってしまうからな。任務については俺が道すがら説明するから、今はドーンと向かってバーンだ。ちぇ、ダメだ、間に合わねえ。我らの光が殺された。少年、彼は天草四郎。 My name is 四郎、天草四郎、生き地獄に現れた救世主。今日から俺たちが天草四郎だ。合言葉はバラエソ。バラエソに行けば向こうにあると。俺がお前の母ちゃんを見つけてやるよ。進むべき道行こう。バラエソへ。こちらにおわすお方、誰と心へ。四郎様、どんどんお言葉を。パライソ。合言葉はパライソ、自由を。嘘っぱちじゃねえか。嘘ではない。人は光を求めているのだ。光ね。一人一人違う声を持つ、重なり生まれるのは不協な音色か。舞い響きたこれが振るのはタクト。さあ奏でてみろお前たちの音を。さあ聞かせてみろお前たちの歌を。あぜけえかなってな。みんなよくやってくれたな。見てみろよ、およそ3万7000人だ。これだけ仲間が集まれば世の中ひっくり返せるぜ。本当にやるのか。当たり前だろ。でも相手は人間だよ。俺たちの任務は歴史を守ることだ。それはそのために必要なことは何でもする、たとえそれが人殺しでもな。しかしそれが嫌だな。刀剣男子、やめるかい。静かの海、雄弁な土。なぜ憎まれ役を演じる。さて、かなわねえな、カラボーには。鶴丸、自分自身を憎めるくらいじゃなきゃやってらんねえだ、こんな戦。退屈な場所さ。君たちにはあちら側に潜り込んでもらう。あちら側、幕府軍にってことかい。いつまで。この戦が終わるまで。それじゃそのまま幕府側の兵隊として攻め寄せてくれればいい。向き合わなくちゃいけねえことってあると思うんだ。今がその時、海と一緒さ、満ちる時が来た、月も一緒か。逃げろー、遠くから。なんで撫で切りなんだよ。二度とこのような戦が起きぬよう誰もが後悔せねばならぬのだ。この戦は撫で切りにあって終わる。3万7000人が皆殺しにされる。お前一人を除いてな。そんな、それが事実だ。背負いながら生きていくしかないんだ。知らもう忘れるな、この赤い血を。はい、助けてやれよ、救ってやれよ。3万7000人ただの数字じゃねえんだ。それぞれ命があったんだ、生きていたんだ。生きる
考えるのだ。この戦が何だったのか、後の世のためにも。お前だったら2個いけるか。だよな。すげえな。成功細胞切り裂いて存在の意味にカルマが生まれた。犯されてゆく誘惑の奴隷。